両親が離婚してから妹と二人で過ごす時間が増えた。僕にとってユイはまだ赤ん坊のようにすら思えた。兄ちゃん、どうした？僕が父さんの代わりにならないと。僕がユイを守らなくちゃ。孫にも衣装だな。孫？この時すでに焦りを感じていたのかもしれない。孫じゃなくて妹だよ。大丈夫、ユイは無邪気な子供のままだ。そう言い聞かせて妹の成長から目をそらしていた。あの日が来るまでは。告白された？付き合ってって言われてどうしようかなって。ユイには交際とかそういうのは早いだろ。そんなことないよ、みんな彼氏ぐらいいるし。なんだよそれ。まさかそいつと付き合うとか。心臓がめちゃくちゃに引き裂かれたようだった。当たり前のようにこのまま二人でいられると思っていたから、ずっと僕だけのユイでいてくれると無意識に信じていた。それなのに誰かに奪われるくらいだったら。ユイ、今日だけは起きないで。最初はほんの出来心だった。ウェブ小説で読んだワンシーン。ヒロインが告白されたと嘘をついて好きな男の子の気持ちを確かめる。二人はそれがきっかけで恋人同士に。もし私が告白されたって言ったらお兄ちゃんはどんな反応するかな。いつも私の前じゃ澄ました顔で笑っているのに、私が告白されたっていうだけでそんな顔するなんて。嬉しい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 。そいつと付き合うとか。まだ返事はしてないけど、嬉しすぎて嘘だって言いそびれた。酒？母さん飲まないはずなのに珍しいな。夕飯作るからジュース飲んで待ってて。あれ、これって、告白されたって嘘だから。それ本当か？お兄ちゃん、頭がプラプラして。どうした？ユイも帰りか？お兄ちゃん、一緒に帰るか？ユイがあの夜のことを覚えているか聞けなかった。
だけど僕は忘れることができなくて。